皆さん、こんにちは。フロマスクです。今回は Steam のデモ版が配信されているこちらのアクアリストマイファーストジョブに挑戦していきたいと思います。はい。ということでこちら2021年9月16日に配信が開始されたタイトルの通りアクアリウムを作っていくのかなどうやらアクアリウムショップっていうんですかね。 それを経営していくゲームのようです。残念ながら日本語には対応していないんですが、早速どんなゲームなのかプレイしてみましょう。お、来ましたね。んおお、誰この人誰が来たはい、あ、息子、お父さんなんだ。14歳の誕生日にスペシャルなプレゼントをあげる。 水槽をくれるみたいですね。なるほど。お小遣いを使って、いろいろ水槽をカスタマイズするのか。アクアリウムショップじゃないのか。<laughs> お父さんいいですね。お父さんからのプレゼントだ。どっか行った。あ,あ、ダブル ASD で動かせると。主人公は14歳の少年か。 うん、い、e、いで見ることができると。ショベルとソイルを変えって書いてある。ショベルと、これかな色は好きなの選んでいるのこれにしましょうか。ショベルを拾える、あ、ここに来るんだ。はい。で、ソイルを取って、入れていくの。 はい。おー、いいですね。あ、こういう感じでやっていくんだ。ちょっとこぼれちゃってるけど。こここれ結構大変じゃないですか。<laughs> not b ッ t あー、なるほど。あ、このメーターが溜まるまで入れればいいのか。すごいすごい。手作業感いいですね。 あともう一杯ぐらいかな。えー、右クリックで抜けて、ああ右クリックで落とせると。あ、ひどいな。<laughs> 置き方がひどい。デコレーション4つ。はあはあ、はあ、はあ。流木とかいろいろありますね。あ、ここら辺選べんのか。えー、どうしよう。あ、いろいろある。あ、これいいじゃないですか。うーん。 これと、これにしようかな。この辺、フィーリングで選んでいきましょうか。あーこれも買うか。お金こんな使っちゃって大丈夫かな。あ、これも直で来るんだ。あ、意外と小さい。右クリックをしたまま、マウスを動かすと回転とかしてきますね。これで、あ、大きさも変えられるんだ。スクロールで大きさ変わりますね。ただ、でかくするとお金が減っていく。 おう、なるほど。こうやって置いていくのか。ああ、いいです立体的に。結構直感的にいけんな。まあ、だいぶ、かなりこれますね。でかくしたい。まあ、これ、水草も入れたらだいぶ雰囲気が変わりそう。もうちょっとこれでかくしようかな。お金が。 これ結構インパクトあった方がいいと思うんですよね。ああ、いいですね。向き。あとはこれか。こうかな。よしこれでいいかなちょっとバランスがあれだけど、まあ、また水草も入れるでしょう。とりあえず次行きましょうか。フィルターを変え。これか。お金がなくなってきちゃった。お金が <laughs>。 フィルターどこに置けばいいんだあー、なるほど。ここら辺かな右クリックでフィルターのやつを見れると。はい。おー、すごい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 。あ、いいですね。めちゃくちゃいいな。<laughs> ヒーターを変え。お金足りるこれ。お小遣いで足りなくなりそう。でも、いい、いい趣味ですね。<laughs> ここら辺に置いとこうかな。右クリックで見れると。これで、ああヒーターで、まだ設定しなくていいのかな。これで水温も調整できるのか。はい。これはこれは水質かなあーはーはーはー。ゴールデンフィッシュに、あ、もう入れちゃうんだ。水草は入れないの。金魚ですよね。 ゴールデンフィッシュ。これを2匹。ああ <laughs> すごい <laughs>。こんな感じで来るんだ。じゃあ入れてみましょうか。ナオプレス。ああ、入れた。わあ、すごいすごいすごい。もう1匹。あ、動きも良さそうですね。ほう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 。ナイトクリあ、右クリックで魚の状態もわかるんだ。 ああ、コンディションを良くしなきゃいけないんだな。はいはいはい。なるほど。水草とかデコレーション、フィッシュの数か。これを満たせばいいんだ。あ、でもこれ分かりやすいな。フィッシュフード、はい。クリックで。おあー食べてますね。食べてるこれ、寄ってみてないのかな <laughs> 食べたっぽいな。あと、水草ですよね。 ああ、これ、あ、これがいい、これがいい。これ二つぐらい買おうかな。この奥ですよね、入れるとしたら。これも大きさ変えられるのあ、大きさ変えられる。はい。ああ、まあまあ、ちょっと横向いちゃったけどいいかも。<laughs> ちょっと待って、金魚がなんか水槽の外で出たな、今。気のせい。 こんぐらいいでかくしたいああ、いいんじゃないですかいいのかな <laughs> これ、横になっててもいいですね。なんか、金魚が倒しちゃうのかなえブリードフィッシュ、あ大きく、魚を大きくして育てるんだ。ああ、なるほど。あなんか一匹増えてますね。この増えたのを、売っていくんだ。ああ、なるほど。あ、待って、水温上がりすぎてる。 難しいな、調整が。売った。安くないですか <laughs> ああピックアップ。バックグラウンド。デコレーション系かな。こういうのも選べるんだ。これ買ってみるか。高くないですか黒っぽい色にしてみようかな。はい。 ああ、ここに置いちゃうの。ちょ、ちょっと待ってこ。これ間違えたな。こっち側じゃないんですけど、置きたいところ。<laughs> ああ、いいんじゃないですかこれでいっか。ああ、なるほど。あ、ここにくっつけられるってことか。壁につけられるんですね、デコレーション。これ使って。ああ、なるほど。 これでバックグラウンドを消せるわけですね。ランプ。60度。あ、一応あるな。ランプ良さそうですね。ここら辺か。はい。あー、色も変えられるんだ。おー、いいかも。ライトもありますね。おー、<laughs> あ、結構色々ある。 グリーン気持ち悪いなブルーなかなか良かったんですよねいやでもちょっときついなホワイトにするかおおあこれいいですねこれで明かりウム見えるはい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 ちょっと寂しい感じになっちゃったけど <laughs> おおびっくりした <laughs> お父さんお父さんあーお父さんの後をついてけ これでお仕事。お父さんのお仕事手伝うのかなお父さん怖い。ノックせずに開けないでほしいな <laughs>。心臓に悪いですよね。あ、あー、母親これ。あー、なんか来たな。<laughs> ちょっと待って。ちょっと待って、お父さん <laughs>。全然お手入れしてないじゃないですか。これ、これの清掃したらお小遣いくれるって言ってけど、父さん <laughs>。 お父さん全然育てられてないじゃないですか。これひどいな。ピックアップフィッシュ。<laughs> えー、ネットを拾え。そのネットで死んだ魚を拾えって出てる。ひどい。<laughs> あ、あった。フィッシュネット。お金すごい入ってるな。1400も入ってる。これで。あ <laughs> ひどい。汚い。なんか音が汚い。 ええー、これトイレ、トイレか。ゴミ箱に捨てろって書いてあるけど。お父さん、これ、ダメでしょ。ゴミ箱に捨てちゃうのせめてなんか土に埋めてほしいな。ちょっとって、ひどいな、これ。これ、急なかなか、これ、ホラーな展開ですね、これ。 トイレにも捨てられるんだ。トイレはどこトイレも捨ててみようかな。なんかこの家の間取り見たことあるな。ちょっと待って。この家見たことあるぞ。この家で PS らしきものを開封した気がするな。この家知ってる。<laughs> あ、ここにトイレあった。トイレに流すっていうのもまたひどい話ですけどね。一回どうなるか流してみよう。 <laughs> この音汚い <laughs> どういう効果音なのこれああこれか <laughs> 流れた <laughs> ひどい <laughs> ひどいなこれあと2匹ゴミ箱はダメでしょあれ <laughs> ひどい <laughs> ラスト1匹ですねはい もうゴミ箱に捨てちゃう。はい。<laughs> えー、スポンジ。スポンジを変えと。あー、苔を落とすのか。あー。あー、やりにくああー、こんな感じか。はははは。お父さん座ってて、そこのソファーに。<laughs> これぐらい自分でやってほしいですよね。あー、綺麗になった。 ピックアップ、ダーティーフィルター。あー、これか。あ、シンクに入れろ。ここあ、これで水洗いするんだ。ここでやっちゃっ。<laughs> シンクでやるのもどうかと思いますけどね。いろいろと怖いな、この家。はい。まあいいや。綺麗になった。 ヒーターとかこれも水洗いここでシンクでしてくれて。<laughs> 他のカップとかある中でこれ洗うの結構抵抗あるんですけど。それで綺麗になったかなああ、ホースを変え。アクアリウムにあ、水か。バケット。 水の入れ替え作業とかもあんだ。結構細かいな、この辺り。あー、すごい。1回じゃ無理でしょ、これ。うわ、えー、嘘、本当にシンクに流しちゃう。これ大変だな。うわ、汚, <laughs> これ汚すぎるな。いろいろと汚いな。トイレだな。まあでもトイレ2階だから面倒ですからね。あいいの あー、これで全部やっぱ水を出さなきゃいけないから。いや、リアルといえばリアルだけど、ちょっと <laughs> 抵抗感が半端ないな、これ。うわ汚い。せめてその、洗い物はどうにかしてほしいな。<laughs> はい。水こぼれてるし、う <laughs> ん<ー>。こうして、 ああ、これで取っちゃうんだ。全部取れるんですね。リノベーションも結構重要な要素っぽいな。はい。<laughs> 塩素とかもあとで取んなきゃいけないんですよね。ああ、これ水入れだ。 よーし、いけた。海水塩を変えってことはい。これに入れればいいのかな ?J。うーん、なんかいろいろ出てきたな。これの通りやってきて、やっていけばいいのかなあ、なんかいろいろあるな。海っぽい感じでいくか。これまた凄そうですね。 めちゃくちゃ綺麗。ああ、いっぱいあんな。種類相当多いですね。これはだいぶカスタマイズできそう。うわあ、綺麗。これも一個買おうかな。わあ、すごい量になってる。とりあえず適当に置いてってみるか。おーおお、いいですね。お金はいっぱいあるんで。回転もできるから、相当細かくできそう。 <laughs> もうお父さん完全に息子頼みになったんだ <laughs> 自由にやっちゃっていいんですよねあでもこのデコレーションめちゃくちゃ楽しいですねかなり凝った感じにできるこんな感じでいっかこれはパラカンこれ魚の名前なんですねこれを 3匹。おー、いいですね。あとは、これ。初の落とし子かなこれを、5匹。はい。あ、サイズも変えられるんだ、これ。はい。おー、来た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 。入れていきましょう。うん、水質がやばい。 なんかびっくりしてる。酸素が、あこれが動いてないのか。ああ、危ない。<laughs> いきなり、<laughs> いきなり殺すとこだった。まあまあまあ、いいんじゃないですか。はい。デコレーションも多すぎるとダメなのか。あーでもこれいい感じになりそう。はい。綺麗ですね。これ綺麗だな。 これあーこのまま入れちゃった <laughs> これで鳴らすこともできんのはいそのまま入れることもできますねおーにぎやかになってきたはいあこれかなりにぎやかだなこれいいじゃないですかはい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 あ綺麗綺麗。 めちゃくちゃ綺麗。ちょっと寂しい感じもするけど、水槽がでかすぎんだよな。<laughs> あー、もうちょい上げてもいいか。あ、バックグラウンドも入れろと。えー、バックグラウンドが、まあ、青にしようかな。はい。<laughs> ちょっとあれですけどね。 はい。スクリーンショット撮った。これでいいのかなあー、アクアリウムアーティストって言われた。誰これ娘 <laughs> なんか来たんですけど。<laughs> おー、ビューティフルアクアリウム。あー。あー、これでどんどんアクアリウストとして成長していくんだな、きっと。あ、終わった。<laughs> ちょっと途中ホラーな展開になったんですけど、あ、これ水族館とかでかいのもいけるようになるの。あ、これは面白そうだな。なんかすごいでかいですよね。水族館ですよね、これ。えー、これちょっと面白いんでまた発売されたらやってみましょう。ということで今回はこのあたりで終わりにしたいと思います。